先輩の頼み事。会社の先輩にいきなり突き飛ばされて、肋骨骨折した経緯がすれたい。少し前の話だけど、会社の先輩の奥さんが出産控えてて、今うちの嫁さん里帰りしてるんだ。と話してた。奥さんは出産前からあまり状態が良くなくて、里帰りは半年くらいになっていた。ようやく最近もう少しで帰れるくらいにはなったんだ、と聞いて、出産祝いを集めて渡した。その時に先輩から、私さん、土曜日暇？と聞かれて、私は出勤だったので、家私出勤になっちゃって、仕事なんですよ、と答えたら、じゃあその帰りに俺の家に来て掃除と洗濯してくれない？日曜日にうちの嫁帰ってくるんだけど、あんまり掃除してないから頼める？と言われた。え、なんで、私が？と聞いたら、本当はうちの母親が死に来る予定だったけど腰痛めてさ、私さん掃除とかうまいでしょ？俺そういうの結構わかるんだよね。と言われ、なんだこの人、と思いつつ断ったら、いや、じゃあまあ無理にとは言わないけどさ、このくらい素直に引き受けないと誰も嫁にもらってくれないよ。うちの母親も会社の女の子に頼めって言ってたし、今は家事も掃除も簡単でボタン一つでできる時代なんだから余計もらえてなくなると思うけどね。と薄笑いしながら言われて、とっさに、ボタン一つでできるなら自分でやればいいのに、と口走ったらいきなりキレられて。お前誰に向かって口聞いてんだ？黙って仕事終わりに家来て掃除すりゃいいんだよ。え、何怒ってるんですか？今俺を怒らせたのはお前だろ。怒ってる俺の気持ち考えてみろよ。とか言われて、驚いて無言になってたら、どんっと腹に膝蹴り入れられ背中叩かれて床に倒れてしまい、大騒ぎになってしまい、私は救急車で運ばれた。気がついたら警察沙汰になっていて、退院前に先輩の奥さん担当の弁護士さんが来て、どんな感じでキレられたのか、とか話してほしいと言われて全部話した。その後も何回か弁護士さんに頼まれて先輩の話をした。最近先輩の奥さんから離婚成立しました、と手紙付けのお菓子が送られてきたので書いてみた。奇怪な事件。危うく死ぬとこだった。子供は可愛いし、夫も優しい、親戚関係も良好。仕事もしてて子供は保育園、自営だから自分の時間も作ろうとすればモテる。何不自由ないし、幸せだと思って毎日暮らしてたのに、今朝唐突に。あ、首吊ろうっと、って思って物干し竿に着物の腰紐を結んでた。ウキウキしながら。夫が起きたらびっくりするなぁ。子供のご飯ちゃんと食べさせて保育園連れてってくれるかな？とか考えて、ああ夫料理ダメだしアッパートにしよう。って紐外したところで我に返った。自殺願望なんてないし意味わからん。何か取り憑かれてるの？怖くて一人になりたくなくて、今外回りに出て落ち着くために喫茶店で仕事してるけど、どうしよう。原因がわかんないから自分では対処しようがない。怖いし見たくない。30年ぐらい前の奇怪な事件を思い出した。テレビで報道されたけど誰か覚えてないかな。ある平和な団地の平凡なサラリーマン家庭の普通の朝、子供はいつも通り学校に行き、やや遅れて夫が仕事に出た。が、駅に行く途中で夫は忘れ物に気づき、家に取りに帰った。この間わずか15、6分。家に入った夫が見たのは、下腹を真一文字に切り裂かれて息絶えている下着姿の妻と、すぐそばのベビーベッドですやすや眠る赤ん坊だった。自殺か他殺かと騒がれ、夫をはじめ周囲の人々は絶対に自殺じゃない、原因が全くないと頑張ったけど、人が出入りした形跡はなく、謎だ謎だと言いながら報道はフェードアウトした。だけど、その妻の死に方って切腹そのものなんだよね。何年か経って、自分はたまたま戦後発刊された、キタンクラブという SM 雑誌を知り、それを通して切腹フェチとも言うべき人々が存在していることを知った。彼らはもちろん本当に切腹するわけじゃなく、切腹の作法や方法を詳細に調べ、それらしいコスチュームと小道具を整えて、軽く腹部を切る程度なのだそう。それによって快感を楽しむらしいのだが、中には快感でわけわかめになって、本当に切腹してしまう人もいるということだった。もしかしたらあの奥さんもそれだったのかもしれないと、自分は密かに思っている。
下着姿というのは白装束だったのでは。誰かに襲われたなら叫ぶだろうし、刺されれば悲鳴も上げるだろうし、両隣上下が何も物音を聞かず、赤ん坊も目を覚まさずに寝ているのはおかしいもんね。思い込み。元職場の先輩、40代既婚子持ち、が思い込みの激しい人だった。仕事の話をしているだけで。〇〇は俺に興味があるから話しかけるんだ。や会社携帯に仕事の相談の電話をしたら。俺のことが好きなんだ。いや。仕事 PC 宛てに業務メールを送ったら勝手に業間を勘違いして呼んだりなど、様々。とはいえ彼は心の中でだけ勘違いをしていたため、周囲にその話はしなかったので私も周囲も一切気づかなかった。ある日彼は私からの求愛に応えるべく、奥様に離婚を切り出した。当然驚いた奥様は理由を尋ねてさらにびっくり。彼の中ではすでに私とお付き合いをしていたらしく、私の名前、携帯番号なども提示。即私の携帯に奥様から怒りの電話がかかってきた。悪魔の証明というのか、不倫をしていないという証拠なんてあるはずもなかった。メールのやり取りも電話のやり取りもありませんといえば、履歴などは削除したんだろう、と言われるし。原因である元先輩は私と付き合っていると言い張る。八方塞がりとはこのことかとパニックになった。結局元先輩夫婦は離婚し、私の元には内容証明郵便で慰謝料の請求書が届いた。どこで調べたのか私の実家にも同じものが届き、両親は劣化のごとく怒ったし、さらには会社の支社長宛にも私と元先輩の不倫リークが届いた。会社だけでなく、親にすら何もしていないと信じてもらえるまでかなりの時間がかかった。精神的にもボロボロになった私の髪は抜け、500円玉サイズの円形脱毛がいくつもできた。居づらくなって会社を辞め、自丸も考えた。両親の勧めで弁護士を立て民事裁判を起こすことが決まり、実は今もまだ係争中。これが終わるまでは私の修羅場は続くと思う。結婚式。俺の結婚式の話。当時24、新婦23。結婚が決まり親に挨拶したいと言うと、虐待や何やらで家族とは絶縁した。と聞かされ信じた俺。もっと疑うべきだ。俺の親もその話を信じて。これからは私たちが本当の親だと思ってね。お前も〇〇さんを大切にするんだよ。なんて言っていた。結婚式は、新婦の希望で俺たち家族だけでのささやかな式にした。で、いざ当日。チャペルで新婦入場を待っていたが、全然入ってこない。どうしたんだろ、と心配しつつ待っていると。お前何やってるのかわかっているのか。と怒鳴りながら男が入ってきた。新婦の父親で結婚を嗅ぎつけてやってきたのかと思って、いつまで娘に迷惑かけるんだ、などいろいろ言い返したが。お前は何言ってんだ、訴えるぞ。そちらこそ何言ってるんですか、など、お互い話が噛み合わない。やっと、弁護士の人が間に入ってきてお互いが落ち着いて話をすると。なんと、男は旦那さん。既婚者だった。妻が怪しいと思い、調べるとやっぱり不倫中。弁護士さんと結婚式に乗り込んできたそう。なんでこんなことが起きた。俺は既婚者なんて知らず。衝撃的すぎて心臓が止まった気がした。後で聞くと、顔色は真っ青通り越して、白かったらしい。なぜこんなことが起きたかは。旦那も好きだが、俺のことも好き。もう一回ウェディングドレス着たい。結婚式を挙げたい。が理由だそう。バカバカしい本当に。結局、俺とはもちろん破談。旦那さんとも離婚。なんとか俺は知らなかったことを理解してもらい、慰謝料は請求されなかった。むしろなぜか謝られた。俺も謝りまくった。結婚が決まったので、厄落としの意味で書き込。今度こそ幸せな結婚するよ。ネタだと思ってくれてもよい。俺も何のドラマだと思ったよ。